今までこのチャンネルでは恵まれない環境や下等から成り上がったラッパーたちを数多く紹介してきましたが、逆に貧困な家庭環境ではなく裕福な環境で育ったラッパーたちもいるんじゃね、ということで今回はリサーチをしてまいりました。本日はお坊ちゃんだったラッパーたちを紹介していきたいと思います。まずはタイガ。タイガはベトナムとジャマイカの両親から生まれ、ケンドリック・ラマーやドクター・ドレイと同じく犯罪都市とも言われるあのコンプトン出身であるとウィキペディアにも載っており、幼少期の頃社会的経済背景の低さとストリートライフの影響を受けているという話なのですが、つまりコンプトンという下等な環境で貧困と危険の中を生き抜いてきたという感じの話にはなっていますが、2012年テレビ番組で幼少期の頃のタイガの映像が流れ、そこには両親が運転するレンジローバーの車内を元気よくはしゃぐ小さい頃のタイガが映っています。この映像がリークしたことによってタイガは下等出身ではなく裕福な家庭で育ったということがバレてしまいます。やはりラッパーといえば下等な環境で育ったという方がなんとなくかっこよく見えるんでしょうかね。ちなみにタイガというステージネームについては Thank you God Always の頭文字を取ったと主張していたのですが、実はタイガの母親がタイガー・ウッズに似ているということでタイガというあだ名で呼んでいたということもバレてしまいますが、いやこれ確かにマジで似てますよね。とはいえタイガは現在も何不自由なく育ててくれたお母さんととても仲がいいようで、まあ下等育ちじゃなくても別にいいんじゃないかなって僕は思います。お次はポストマローン。ポスティは別に自ら下等であると公言をしているわけではないのですが、やはり誰かの靴でお酒を飲んでしまうような環境だと考えると下等な暮らしをしていたんだろうなって思っちゃいますよね。いやあれはパフォーマンスな。そんなポスティは1995年にニューヨークシュラキュースで誕生し、その後9歳の時にダラスへと引っ越すのですが、父親であるリッチポストがダラスカウボーイのコンセッションマネージャーに就任したことがきっかけでダラスへと行きます。また両親はポスティには惜しまずお金を使っていたということもあり、正確な情報は調べられませんでしたが、多分年収で1000万近くはあったんじゃないかなと考えられます。ちなみにリッチポストは若い頃 DJ をやっており、その影響もありポスティも音楽にのめり込んでいくのですが、ポスティが音楽にハマったきっかけはテレビゲームのギターヒーローからであり、ゲーム機や楽器、音楽機材などを自由に与えられてたとなると結構裕福な家庭だったということがわかりますよね。まあどうでもいいですけど、パパとポスティ似すぎで笑った。お次はチャンス・ザ・ラッパー。チャンス・ザ・ラッパーといえばコンプトンで育ったのは有名で、幼少期の頃からギャングチームに入り、ニューエラにあるトレードマークの3は銃で撃たれた回数を、いやそんなやつじゃねえよ。チャンス・ザ・ラッパーは下等育ちではないですが、まあその逆でかなり裕福な家庭で育っています。というのもチャンス・ザ・ラッパーはシカゴで生まれますが、まず父親であるケン・ウィリアムズ・ベネットは元シカゴ市長のハロルド・ワシントンと当時上院議員であり、後にアメリカ大統領となるあのバラク・オバマの補佐官だったんです。そして母親のリサ・ベネットはイリノイ州の司法長官として働いており、実はチャンセはこのツテを使って若い頃にオバマ大統領時代に直接会い、ラッパーになりたいという夢について話し合ったこともあるそうです。こんな感じでチャンス・ザ・ラッパーの環境は下等や貧困とは真逆の、まさに生まれた時からチャンスだらけの人生で、そこから多くのチャンスに恵まれたラッパーとしてチャンス・ザ・ラッパーという名前にしたかどうかはまあ知りません。そして最後に紹介するのはジェイデン・スミス。そう、ご存知ウィル・スミスの子供ですよね。1998年にカリフォルニアのマリブで誕生したジェイデン・スミスですが、ハリウッド大スターのウィル・スミスの総資産は360億円。この時点で下等とは完全に無縁ですね。ジェイディン・スミスは8歳の時に映画幸せの力でウィル・スミスの演じるクリス・ガードナーの息子役として俳優デビューをします。その後も幼い頃から俳優として活動し、2010年あのベストキッドのリメイク版ではアクション大スターのジャッキー・チェーンと共演し、これが世界的に大ヒット。このベストキッドのエンディング曲であるジャスティン・ビーバーの Never Say Never でジェイデン・スミスはラップを披露。この曲がジェイデン・スミスのラッパーとしてのデビューのスタートとなります。いやザ・ゲームがラッパーを目指してデモテープを売りながら社内で生活して、全財産2800円だったところギリギリアフターマスとの契約が取れたんですけれど、ラッパーになるって言ってもいろいろな形があるっちゅうことっすよね。という感じでいかがでしたでしょうか。ラッパーのイメージってやはり下等や貧困のイメージはとても強いけど、その逆で裕福な家庭で育ったラッパーたちも実は数多くいるんですね。もちろんラッパーとしてギャングじゃなきゃダメとか下等じゃなきゃかっこ悪いというわけではなく、また金持ちで生まれて卑怯とか羨ましいという話でもなく、どっちも自分にとっては強力な武器になるということなんです。
もちろん本日紹介したラッパーたちは財政的に苦しくないので、ラップをする環境や機材など当たり前のように与えられてはいますが、逆にゲトーから成り上がったラッパーたちはその環境をリリックにして強いメッセージ性とエネルギーをラップに込めることができるんです。物事というのは常に対になっており、必ず相対的に存在しております。例えば水を飲むという行動には、その反対側の水を飲まないという逆が必ず存在しており、一方的に存在する物事は絶対にありえないんです。つまりこれが相対的であり、先ほども言った通り、ゲトーな環境では生活の面でも金銭的な面でも苦労はします。しかしその苦労をバネとしてエネルギーに変換したり、また強烈な行動力や人を動かすリリックが書けます。その逆で裕福な家庭で生まれたラッパーたちはゲトーなリリックを歌うことはできませんが、ラッパーになるまでの十分なまでのサポートがあります。このようにゲトーだからマイナス、裕福だからマイナスというわけではなく、両方に相対的にその反対側が存在しており、それが先ほどもお話した相対的の話で、最も重要なのは自分の環境をマイナスとして捉えるのではなく、あるものを使ってそれを武器にしプラスにするということです。常に物事には相対的にその逆が存在しており、目の前の現実はあたかも自分を失望させるような出来事のように見えますが、間違わないでください。その裏に隠れているものはあなたの最大の武器だということを。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。本日はですね、まあラッパーたちのまあイメージである、まあゲトーとか貧困とかね、まあギャングとかね、そういった感じの環境ではなく、全く逆のね、裕福な環境で育ったラッパーたちというものをまあね、ちょこっと紹介させていただきました。まあね、本日紹介したラッパー以外にも、まあかなりね、実はもっとね、お金持ちで育ってるラッパーとかっていうのは結構いっぱいいるんだけど、まあやっぱりね、このヒップホップっていうまあイメージ自体だよね、やっぱりそのゲトーとかね、貧困っていうイメージがまあ強くて、まあそういったラッパーたちの方がやっぱりね、こうなんだろうな、最終的には成り上がってるっていうイメージはまあとても強いです。まあなんだけれど、だからといってね、まあラッパーになるにあたってね、まあ後半の方でお話しさせてもらったんだけど、まあゲトーとか貧困じゃなきゃいけないのかって言ったら別にそうではなくて、その裕福な、ラッパーたち、まあ例えばポストマロンとかも、まあそのね、機材とか、まあその音楽に目覚めるためのまあギターのゲームだったりね、そういったものっていうのがこう買い与えられている状態だったので、もちろんね、そこからのねサポートっていうものがね、今のポストマロンに繋がってたりするんだけど、その逆でね、ゲトーのラッパーたちっていうのは逆にその自分たちの環境とかね、そういったものっていうのをね、まあその不屈の精神に変えたりエネルギーに変えたりして、変換したりして、ラッパーとかになってるってことです。まあね、で一番最後にまとめさせてもらったんだけど、まあこれ何かって言ったら、相対的なもので存在していますよ、常に、ついで存在してますよってことをお話しさせていただきました。まあなのでね、今日のこの動画見てね、いいな、金持ちで育ちゃ俺もな、よっぽど幸せだったんだろうなって思うかもしれないんだけど、全くそれとはまた違ってね、お金持ちだから、持ってない部分もまた持っててね、ゲトーだから、まあ、もちろんお金は持ってないんだけど足りてないものがあったりするんだけど、そういったところね、ないものとあるものね、あるものとないものっていうのは常にね、こう、ついで存在しておりますので、もしね、この動画見ててね、まあお金持ちだったらなって思うかもしれないんだけど、お金を持ってても持てないものがあるね、その代わりね、ゲトーとか貧困、お金を持ってない家庭でもし育ってたとしても、その分いろんなものを持ってるよというね、そういったところのお話しさせていただきました。でね、ここの持っているものっていうものをね、最大限に生かしてね、もう家が金持ちだったら金使ってね、なんかやればいいしね、それがなければそういった不屈の精神を使えばいいし、そういった感じでね、自分にないものっていうものがね、目の前にある現実っていうのはね、ものすごくね、自分をこう卑下させてしまうようなね、イメージがついちゃうかもしれないんだけど、その裏側にはね、大きなね、武器というものが存在してますというお話です。まあ例えば僕の場合だとね、僕本当に子供の頃からね、まあちょっとその言うことが聞けない、子供だったので、まあ先生とかね、まあ親とかにもね、まあ両親にも、なんでお前は普通にできないのかと言われ続けてきました。もうね、あの耳にタコができるんだかイカができるんだかわかんないぐらいもう言われ続けてたんですけどね、結果ね、まあその普通にできない、みんなと一緒なことができないという結果ですね、こうやって僕自分でこうやってね、やっぱり自分で会社作ってやってるわけじゃないですか。これと同じことでね、僕がそういったマイナスね、学校の先生とかね、親からね、お前はなんで普通にできないんだって、僕もなんで普通にできないんだろうって思いながら育ってきたんだけど、結果ね、僕はそういったね、人と違うことをしかできないっていう強みを使って今こうやってやってます。これと同じようにね、みんなもね、自分の持ってるものとかある環境とかっていうものがマイナスだって考えた場合ね、それってもしかすると変換するとプラスじゃないのかっていうところをね、しっかり考えてもらって、自分の武器としてね、使って、自分の人生をね、より豊かにできるようにね、自分の望む、道に立てるようにね、そういった考えでね、自分というものをね、もう一度しっかりね、見てもらえたらなと思います。という感じで本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。キヨコラッパー EJ ことエジでした。またね、バイバイ。